السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.皆さん平安がありますように。بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. さて今回はソウシアン断食再開に学ぶ知恵と教訓のうちその3つ目のものについてお話しいたします。それは唯一の神様が私たちを見ておられるという感覚、僕私はアンナーに見られているという感覚、モラーカバを養うことです。断食再開という行いは数ある善行の中でも唯一人目につかない行いです。人目につく礼拝や施し、人助けなどは例えば自分が善人であること、あるいは良いムスリムであることをアピールするために見栄を張るために行われるということもありえます。しかしながら断食再開は例えば誰も見ていないところでこっそり飲み食いしてしまうとか、人目をごまかすことはできても全知全能のアンナーを騙すことはできません。だから嫌をなしに、私たちの目には見えないけれども、この世では見えないですけれども見ておられるというアンナーの監視、あるいはもっと優しい言葉で言えばアンナーの見守りを感じて意識せざるを得なくなるわけです。だからこそ預言者ムハンマド様はコルアーンとは別にアンナーの御言葉として次のようなことを伝えてくださっています。そのままありがとうございました。روى الإمام البخاري عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال البخاري شجع كي أبو هريرة سمع الحديث وستستعد تقول يلبا يوجن شا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال يقول تقول يمس شكوته هي قال يمس يعني قال الله عز وجل شكون الله وسر لمشتا كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به。アダムの子、すなわち人間の行いはすべて自分のためにあるが、サウン、断食再開だけは別である。それは我がためにあり、我がそれに報いよう。スバハナッラー、至高のアッラーは私たちのすべてをよくご存知です。最後に、コロアーンの第2章235節に耳を傾けて、アンナーの御臨在を常に感じながら私たちの断食の質を高めていけるよう努めてまいりましょう。アウズビッラーヒミナシャイトアニルラジーム。ビスミラーヒルラハマニルラヒーム。ワアラムーアンナッラーハヤアラムマフィーアンフシクムファハザルーワアラムーアンナッラーハガフォールンハリーム。サダカラーラジーム。知るがよい、アッラーはそなたたちの内側で秘めることをもご存知であられるということ。だからかの方に気をつけよう。そして知るがよい、アッラーはよくお許しになられるお方にして温和なお方であられること。最後までご視聴ありがとうございました。願くは至高のアッラーが皆さんにたくさんの祝福と恩恵をお恵みくださいますように。アッサラムアレイコンワラハマトゥラヒワバラカトゥ。